いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ、立て祭り候。一気に3枚揃ったわ。まずはキングオブルーキーからじゃ。直で行っちゃおう。あつうま。こういうお好み焼きは初めてじゃの。な、ここに来て真っ白じゃぞ。これは一体どんな味なんじゃ。こたびは渋谷に来ておるわけじゃが、今日の拙者はいつもとどこかが違います。さて、どこが違うでしょうか。てり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 ー、拙者が来た。おお、こんもりしたお好み焼きじゃの。何やらすごいのを受賞しておるのか。ミシュラン。とりあえず参ろうではないか。入店じゃ。鉄板を目の前にして食せるのか。客席も広々充実しておる。趣のある席もあるの。サインもずらり、これは人気店じゃな。さて、何にするか。お好み焼きにするんじゃけどな。頼む。決まりですか。わからん、任せる。じゃあおすすめのものを出します。頼む。これでお好み焼き来なかったら笑うの。おお、生地は薄めじゃな。鰹節粉と昆布粉を使っておるらしいの。いらっしゃいませ。キャベツどっさりじゃの。ここからどうなるのか想像できんわ。うどん、麺が入るのか。ここでひっくり返すの？このわからなさ、ワクワクするの。オンザうどんじゃと？和風なバーガーのようじゃな。焼きそばもあるのか。お好み焼きに合わせてうどんか焼きそばかおすすめを選んでる感じじゃな。カチャカチャした音が気持ちよい。この者も奥義気味割りの使い手か。よもや拙者と同じ流派か。溶き卵の場合もあるのか。何？ここに乗っかるのか。なんという天地返し。さっきから思っていたが、これは職人技じゃ。
こんもりしたお好み焼きなのはこれが理由であったか。これはうまそうじゃの。見た目がたまらんざか。キングオブルーキーじゃと。一気に3枚揃ったわ。これは嬉しい。まずはキングオブルーキーからじゃ。直でいっちゃお。あつーま。こういうお好み焼きは初めてじゃの。キャベツの甘みとシャキシャキさがうまい。縦に層になっているので具材も焼きそばも一度に楽しめるのが素晴らしい。焼きそばが押し付けられているのでもちもちの食感になっておる。ソースは濃すぎず全ての具材を包み込むように優しく寄り添っておる。これはうまいの。うまい。たっぷりマヨネーズ。マヨなるものぎっしり。うお、これはガツンとマヨ。なるほどの。確かにマヨなるものならば焼きそばが合うの。たっぷりマヨうまし。卵に焼きそば、ソースにマヨ、間違いないこの組み合わせがうますぎ献身。冷めることなき熱々さ、鉄板から食せることの醍醐味じゃな。たっぷりチーズ。おお、こちらもたっぷりチーズ。チーズバッチリ溶けててトロットロ。一気に濃厚な味わいじゃ。もはや乳製品なら何でも合うんじゃないかってほどにうまい。うまい。
よし、ここからはもりもりゆかん。切り分けまくる。そう、あれかしと叫んできれば世界はするりと片付き申す。拙者狂気的じゃな。ここで追いそうす。迷なる者の勢いがすごい。濃くするのももちろんうまい。罪深き味わいじゃ。コテ、ヘラで食すのがなかなか難しいが、扱えるようになってくるとこれはこれで嬉しい。通になった気分じゃ。二陣目じゃな。ふぅ、早くできんかの。うどんにキムチか。お、またチーズもたっぷり。何度見てもこの瞬間が綺麗じゃの。ネギがこんもりじゃ。なるほど、お次はネギ尽くしできたわけじゃな。目玉焼きが乗りおったわ。これはもう芸術の域じゃな。刻みのりも。あり。こぼれネギ、ワクワクさせるではないか。人に優しく。なんじゃろう、この名前を聞くとブルーハーツって言葉が浮かんでくるの。うまい。やはりネギの食感が最の功。大葉が入っておるのか。香り高くうまいの。うますぎて気が狂いそう。海鮮、これは牡蠣じゃな。これは贅沢じゃ。ダンスナンバー、これまたブルーでハーツな感じが呼び起こされるの。うわ、うんま。キムチにチーズはやっぱりの。こんなんうますぎ献身、ペロリじゃて。おお、君割りじゃ。
美しい断面じゃ。これはうまい。ただでなくとも卵たっぷりなのに目玉焼きまで乗るとは、卵祭りでうまい。夢という名のお好み焼き、素敵じゃ。切り分ける。よし、もりもり。おいソース、もりもりじゃ。いかん、熱すぎた。慌てて食ってはいかんの。うむ、二人目もペロリじゃな。そろそろ締めな雰囲気じゃの。な、ここに来て真っ白じゃぞ。魔法のソースというらしいが、これは一体どんな味なんじゃ。よし、再びの奥義黄身割り。これはそそる断面じゃ。すでにうまいわ。多分もう今作ってるから、もうちょいかな。濃厚なうまさじゃ。ベーコンと卵のうまみ、これはカルボナーラのような雰囲気があるの。ホイジャーノという名のお好み焼き、さよならの訛り言葉でホイジャーノ、洒落ておるわ。電光石火、人気ナンバーワンのお好み焼き、店名でもあり、まさにブルーなハーツな感じでもある。食べ応えがすごい。お好み焼きの王道な味わいながら、大葉の香りがよく効くわ。電光石火、電光石火。何やら歌が心に浮かんでくるわ。さ、締めのモリモリ行ってみようか。ラストモリモリ。ここまでモリモリ食してきたが、全然飽きが来ないの。くどくなくどこまでも食せる。秋は来ないが春来たる。なんての。ホイジャーノも間もなく完食。ホイジャーノ、ホイジャーノ。大満足じゃな。拙者いけてる。
お分かりいただけただろうか。兜のふさふさ触覚がないが答えでした。決して忘れたわけじゃないぞ。